お疲れ様です。21年11月8日でございます。ビールのご紹介をさせてください。一番搾り取れたてホップでございます。21年11月2日に発売された限定のビールでございます。さあ、岩手県で今年収穫したばかりの生ホップを急速凍結して使用しているということでね、氷結かと早速ねいただきたいなというふうに思います。では乾杯。いいですね、この柔らかい感じのね、コクが非常にありがたいですね。うん、何でもこちらの一番搾り取れたてホップ生ビールは今年で18年目を迎えるということでですね、まあ、出すたびに好評な売上を記録しているとキリンビールのホームページには書いております。なかなかね好感度の高いビールでございます。おすすめしたい一品でございますということで、今日は以上となります。ありがとうございました。さよなら。